稼ぎ13,650円。何ですかこの稼ぎって。どういうこと稼ぎって。どういうこと稼ぎと月給儀が家に置いた。これ稼ぎを持ってきていただきました。これと全く同じものですね、2つとも。うわすげえ。これものすごい超どうでもいい。これ家にあるの。家に、はい。こういうの好きなんです、興味があって。なんか名前とか正直全く欲しくねえ、これ。そうですこれ火星儀に関しては、あの北半球があの山が多いんですよ、結構。いやでもこれを見たところで何なの。いやですから分かんないじゃないですか。ですからじゃなくて、ですからじゃなくてさ、分かんないよこれじゃ。だってあ分かんないですか。じゃあもう一度説明しましょうか。すいません、これあの南半球が結構クレーターが多いんですよ、火星って。だからそれ分かんない。クレーターとか言われても分かんない。それでクレーターには。確かに中丸の説明じゃ分かんないよ。この火星儀と月球儀は NASA のデータをもとにクレーターや地形を再現。それぞれにちゃんと名前がついてるんだって。あの中丸の誕生日に火星の土地をあげたんですよ。中丸に、この中にじゃあ土地があるってこと。そう、中丸と俺の土地あります。土地、あと土地もやって、あと月にも持ってます僕。ただ月もめっちゃ安いんです。いくらいくら。何千タイです。何千タイ。でも唯一と結婚したら漏れなく土地。そうです、土地持ってますから俺。土地土地持ち、土地持ってます。土地持ち、一緒に飲んで、一緒に飲んでて、俺さ結構土地あんだよ。そう言われて、東京？火星。宇宙のことに興味があるんやな、仲間。ものすごい興味ありましたね。あとは何儀が欲しいの？何儀？地球儀持ってないです俺。一応基本的なやつ。地球には興味がないよ。そうです。目線はもう宇宙です。目線は宇宙なの。もういやよ、宇宙人とか。すいません、地球のこと分かってないのに。もうちょっと中丸と喋んのめんどくせえ。